切れないんですよ。まあさっき原さんがコントロール重視みたいな感じでね、このグローブを持ってる手をもっと思いっきり使うってことならもっと威力が出るボール投げれますよ、このピッチャーね。グラブの使い方ですね。昨日猛打賞、今日2本のヒットの新庄。どうだ、試合を決める新庄の一発になって10号ホームラン。2試合連続の猛打賞の3本目は新庄のホームラン。第10号スリーランホームラン、ほぼ試合は消してしまったか。9試合ぶりの新庄のホームラン。